平野紫仕様、ハイブランド着用フォトセッションのオフショット公開、神宮寺由太と並んだ未公開写真も、日本の人気アイドルであり、俳優の平野仕様が、ファッション愛好者たちを魅了する新たなフォトセッションのオフショットを、彼の公式インスタグラムアカウントを通じて10月3日にファンと共有しました。平野仕様は、 数週間前から、ルイ・リトン、エルメス、ハームズ、ディバンシ、ディバンシー、バレンティノ、バランティーノウ、といった高級ファッションブランドのアイテムを愛用し、そのスタイリングを SNSA で披露してきました。ハイファッションとの共演。彼の最新のインスタグラム投稿では、この前の撮影のオフショット、あげちゃう、とのキャプションとともに、 彼が着用したブランドアイテムをフィーチャーした写真が公開されました。これには彼自身の魅力的なスタイルとともにファッション界で高く評価されるブランドの魅力も詰まっています。彼はこれまでにない洗練されたルックスでファッション愛好者たちに新たなインスピレーションを提供しました。人牛自由多とのコラボレーション。平野仕様の最新投稿には 戸部所属の俳優、神宮寺勇太との素敵な2ショットも収められています。このコラボレーションはファンにとって嬉しいサプライズであり、二人の友情と共に高級ファッションの魅力を一緒に楽しむ機会を提供しています。神宮寺勇太もまた自身のインスタグラムアカウントでこの特別な瞬間を共有し、ファンたちと喜びを分かち合いました。 バランティーノーの緑色ジャケット。平野市用は特にバランティーノーの緑色のジャケットを着用したスタイリングについても多くのオフショットを公開しました。この鮮やかなジャケットは彼の個性的でセンスの良いファッションセンスを際立たせています。この投稿にはバランティーノーへの公式アカウントからも緑色のハートの絵文字が2つ添えられ、 ファッションブランド自体からも賞賛の声が寄せられています。ストーリーズからの一別。平野仕用は単なる写真ではなく、彼のフォトセッションの舞台裏を覗かせるためにインスタグラムストーリーズも活用しました。ストーリーズには撮影の合間に椅子に座り、ぐるぐると回る平野の姿が収められており、彼のファンは彼の仕事の裏側を覗き見る貴重な機会を得ました。 平野の仕様の最新のインスタグラム投稿は、彼のファッションセンスと魅力にフォーカスし、彼が高級ファッションブランドのアイテムをどのようにスタイリングし、フォトセッションの舞台裏をファンと共有していることを示しています。特に、神宮寺ゆうたとのコラボレーションやバランティーの上のジャケットの着用に関する投稿は、多くのファッション愛好者たちにとってインスピレーションの源となるでしょう。 これからも、平野の仕様のファッションセンスと魅力に注目し、彼の SNS を通じて最新のトレンドとファッション情報を楽しみましょう。